天の川のバーデの窓、バーデの窓は地球からの視線方向に星間人が比較的少ない空の領域。この領域は星間人に遮られて可視光では見えない天の川銀河の中心に近い領域が観測可能なため観測の窓とみなされた。この重要性を最初に認識した天文学者ウォルター・バーデにちなんで名付けられた。この領域は 天の川の最も明るく見える区画の一つに該当する。ウォルター・バーでは天の川銀河の中心を探していた1940年代半ばにカリフォルニアのウィルソン山天文台にある100インチフッカー望遠鏡を使ってこの領域を観測した。この頃まで銀河中心の構造と位置について確実なことは知られていなかった。バーでは この領域が主に種族2の構成で構成されている観測結果から天の川銀河は M31 に形が似たハップル分類の SB に相当するという説を提唱した。バーデの窓は下肢及び金下種波長の光で遠方の中心バルジ周辺の星々を研究するためによく使用される。バーデの窓はいて座の方向銀河バルジの中心から わずかに南の銀一度、銀径マイナス四度のあたり、球状星段 NGC6522 の中心にある。窓の輪郭は不規則で、およそ一度の範囲に収まっている。バーでの窓は、天の川銀河中央のバルジの星が見える6つの領域の中で最も大きいものである。オグル及びその他の観測プログラムは、重力マイクロレンズ法により、 この領域の構成を周回する太陽系外惑星の検出に成功している。バーでの窓で観測された星は BW 星、巨星は BW 巨星と呼ばれる。ありがとうございます。